現場の西山さん。はい。1月12日ですか。はい。金曜日、ラーメン西山で天気予報の時間です。アリス。アリス。じゃあ福田君、空見ましょうか。はい。どんな感じですか。晴れそうです。そうですね。なんか晴れそうな感じですね。はい。最高気温が14度。はい。最低気温が1度。うわ、はい。1度ですよ。1度です。なんか今年最低ですね。1度。今の気温ちょうど1度。うわ。1度って寒いんですね。寒いですね。1度。はい。1度の下って0度ですからね。ああ。0度だと固まっちゃうんですよね。はい。知ってます？はい。堂本光一結婚しましたね。そうなんですか。あ、こいつどうも土屋氏の方ですね。桃色クローバーと。ああ、見ました。見ました。はい。どうも土屋氏はあれ僕と同じ年ですからね。ええー。知ってました。夢がありますね。で、桃黒と結婚できるでしょ。はい。じゃ僕も桃黒と結婚できますかね。はい。可能ですよ。可能ですよね。はい。じゃあもうまあ楽しみにしておいてくださいって。はい。やっぱあれですよね。なんか芸能人同士の結婚とかいいですね。なんかいいですね。そんな感じですかね。大将も芸能人なんで、芸能人と、はい、有名人ですよね。はい。そうですね。なんか新聞とかに出ますかね。木更津新聞ぐらいやったら。アリス。アリス。なんか西山天気予報士なんてさ。